おいどうも、楽しみしご飯の時間ですよ。今日はね、ホットモトです。ホットモトさん2つ買いましたよ、2つ。まずはカツオです。半分、もう七味かけておきます。ホットモトのね、カツオ久しぶりじゃないの。いや、もうめちゃめちゃ久しぶりですよ。橋はどこにあるのかな。2つ買ってますからね。2つ買ってますから。今度チキンバスケットを、いつもだったらチキンバスケットじゃないですか、このパターンだとですよ、買おうかなとも確かに思ったの、思ったんですけど、まあ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 、まずカツ丼からいただきます。カツ丼です。はい、カツ丼です。いただきます。うん、うん、あー、美味しいね。久しぶりだけど、久しぶりだけど美味しいけど、うん、なんか変わったな。肉変わった、これなんかカツの肉の感じがちょっと違うな。なんだろう、ん、なんか変わった感じがする。あれ、あれです。とても美味しいですけど、うん、あそこまで暑くなくて歩いてても大丈夫かなと思ったんだけど、食べ始めるとね、やっぱ暑いですよ。昔はこのカツ丼が300円だったりだ、300円台だったんだから、信じられない。あ、でも本当に毎日食べてますもんね。本当に暑いわ。本当に暑いです。汗すごくないですか。暑い。他人に迷惑をかけないように遊びましょう。待ってます。そうだそうだ。
暑いっす。まあ、まず勝つのね。チキンバスケットも食べたいなと思ったんですよ。でもちくわと白身魚食べたくて、どうしても。白身魚は今あるでしょ、あの単品で。でもちくわがないんですよ。ちくわ頼めないってことは、のり弁頼むしかないじゃないですか。特のりじゃ入ってないし、かといってカツ丼食べてからビッグのりってわけにもいかないし。そうするとこの海苔しかないわけです。まあ、でもこの海苔弁はね、本当にレベル高いよ。しかもお昼時とかだと290円とかでしょ。信じらんないっす。うん。うん。ああ、素晴らしい。あとこの弁当の基本中の基本だから、もう無理弁だ。素晴らしい、原点です。違うか、日の丸弁当か。つってもやっぱ日の丸弁当か。でもね、弁当屋さんの弁当で言うとやっぱり海苔弁でしょ。ちくわが嬉しい。あー、おいしい。暑いけど気持ちいいよ、本当に。非常に気持ちいい。この汗が気持ちいい。この暑さが気持ちいい。いいな、公園ってありがたいですよ。さっきまでスーツ着たり作業着着たりした人が実際にそこら辺でベンチとか何らかの裏だとかで休憩されてました。
っともっと。今日はカツ丼と海苔弁当でした。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。